さんこんばんは、アムールチャンネルです。今日はですね、アムールチャンネルすごいですよ。由美さんご紹介していただいてよろしいでしょうか。とちあき先生です。もう刻みのスケジュールの中、私たちにお時間いただいて本当先生今日はどうもありがとうございます。私はもう YouTuber ヨシリンとしてもうすっごいもう親しみを感じるんですけども、まあ、今回初めてね、動画で見る方のためにちょっと先生のプロフィールを紹介しますと、はい、こちら整形外科クリニック銀座に来てるんですけども、そこの院長でいらっしゃって、もともとは新旧漢方の家系の11代目の、家系でいらっしゃるんですけども、先生はなぜか岡山大学歯科の方で、歯周病とか、そういったものの専門医のでいらっしゃって、はい、で素晴らしいんですよ本当に。海外の学会や大学でですね、多数講演されたりですね、まあ、今日も手術あったと思うんですけれども、年間本当に200ぐらい の, オペもされて、まあ、本当にすごく忙しい方でいらっしゃるんですけども、まあ、ここの病院以外にもいろいろ病院をお持ちで、はい、経営者としても本当に手腕を発揮されていると、もう本当にマルチに才能がある方で、もう本当に素晴らしいんですけれども、それでいてね、なんかこうふんぞり返ってるお医者さんじゃないですか。はい、はい、なので今日はいろいろヨシリンの魅力満載でお話しいただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いまず吉野先生の世のため人のために生きてる姿勢に私たち感動しまして、今日取材させていただこうと思っているわけなんですが、どうしてまたその本当のことを言ってしまうお医者さんになってしまったんですか。先生の生い立ちとか、なんかここに至るこう少年吉野から始まって、これって先生一般論で言うと、医者ってね、まあ、歯医者ももちろんそうなんですけど、先生って言われたい、それから威張りたい、それからそれがなくっても金持ちになりたいとかね、それから親から後を継げって言われたりとか、あとは学校の成績がいいからもう偏差値が高いところから順番に行ったら医学部に来ちゃったとかさ、あとは親後継げか、まあ、こういうパターンが、まあ、はっきり言えば9割ぐらいだね。で例えば歯医者もそうなんだけども、医学部に行こうと思ったけども、例えば東大の滑り止めで東京医科歯科大学を受けましたとかね、そういうパターンもあるわけですよ。だからみんなね、不平不満もあるわけよ、本来はこんなんじゃないとかね、そうなんですね。あとはそう、あれですよ、偏差値が高いから、例えば経済学部とか文学部とか医学部とか全部受けて、でたまたま受かったから来たとかって、そういう人もいっぱいいますよ。なのでだから羨ましいです。なんか偏差値がなく生きてきた。だから根本的にそのなんか患者を治したいとか、困ってる人を救いたいとか思ってない。でそれで衝撃的。それで「っていうの番組出た時も「あ、言っちゃった」僕はそうですよって言ったら「お前は偽善者だ偽善者だ」とかって言うわけで、私もね、私偽善者なんです。いやそれで、いや僕も、その逆で絶対にその世襲はしたくなかった。世襲はしたくないし、で全然医療とは違う世界に行きたいと思ってて、でまあ11代目って分かったのはね、実はねつい最近なの、10年ぐらい前。なぜかっていうと、そのずっと子供の時から後継ぐっていうのは吉野家を継げっていうと、長男の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 って来てるから、私がだから子供の時ね、多分4歳とか5歳ぐらいだと思うんですけども、その吉野家の墓があるわけですよ、でそこに「お前はこの中入るのが仕事なんだからね」って言った時に、もうすごいショックで「えこんな中に入るのが俺の人生なんだ」と思ったわけですよ。それから親父とかじいさんとかね、もう築百何十年の家ってやっぱりあって、ずっとそこで漢方鍼灸やってるわけですよ。で真ん中の柱があって、これが大黒柱だって、お前はこれになるんだって言われた時に、その時ね、4歳ぐらいだから俺これになるんだって人柱になるんだとかって思ったわけですよ。それでまあひいじいさんとかじいさんはあんまり言わなかったけど、私の父親がね、お前この家がどうなってんのかっていうのに来たくない、来たくない絶対嫌だって言って聞いてなかったの本当に。だから俺の中では私がいて親父がいてじいさんがいてひいじいさんがいてしか知らないの。で何をやってるのかどうやってるのかも聞いてなかったわけ。それでやっぱりね、大学受験するときに私は工学部に行こうと思ってたのね。で工学部、でもともと機械
が好きだから、とか、あとはあの飛行機を運転したいとか思ったから航空保安大学って言って自衛隊のね、空自の方に入りたいとかってやってたよ。だからまあうちの親父がね、あの医療の分野も一つ選択して取っとけって言われて、始まったよ後継げって言うんだよこれとかと思ってたけど、まあいやいやだから、いやいやそれも選択肢に入れてたら、まあ神様がだから他のを全部生かしてくれないで、たまたまその岡山大学の歯学部っていうところだけが受かったわけですよ。でそれで行ったわけですよ。でも僕は宿命です、ね、実はねすごい喜んでて、まあね、もともと横浜で生まれ育ってるから、でその父親の呪縛から逃れたいと思ったから、このぐらいもう750キロぐらいになってるから、ここにいればもう俺やりたい放題できるんだろうと思って今なんかほら SNS とかさ何でもあるでしょ、何にもないからもう電話しかないもん。電話もあの頃ってね、岡山だと横浜だとね3分120円とかそんなに電話もできない昭和ですね、はい、すごい高かったから、もうだからもう大事な要件は電話で短くだけども、その後手紙で書く時代ですよ、ファックスなんかだって書く過程日大なんかないから、そうですよ、昭和62年の話ですから、同世代です。わかります。めちゃめちゃ。だからその。ちょっとわかんないんですけど。吉野家の呪縛から逃れたいとか、世襲するっていう世界から逃げたいとかっていうのがあったから、そういう意味ではね、あの地方の大学行きましたけど、私は意気揚々としたの、とても楽しんでたの。で戻ってきてから、ちょっとそういうまた空気があったんですよ。後付けみたいなのがあって、もう絶対嫌だとか思ってて、冗談じゃないとかと思ってたんですよ。ところがね、塩沼良純大矢砂利っていう有名なお坊さんがいるんですよ、私はその先生に教わったんです、で、まあ、まあもうバレてるからいいんですけど、はい、私の私が主治医なんです。いや天台宗じゃないですよ、 あの人は宗派はないですね、修験道の方ですから。で彼のっちゃけど大矢砂利様 あの去年の NHK のテレビ番組、私も一緒に出たりとかしてたんですよ。でその塩沼良純大矢砂利の、はいはい、公園がね横浜であるって言って、で私の経営しているその法人の筋もう向かいのホテルでやるって言ったから、じゃあみんなで聞きに行こうって、それでうちのスタッフ当時社員12、3人くらいいたのかな、でたうちの親父とおふくろと連れてってみんなで公園を見に行って、そしたらその大矢砂利様が懇親会にうちのね会社も来てくれるよって言ったら、ありがとうございますって感じで来た。そしたらそのうちの親父がね、その時にそのとても簡単、まあその時、まあ、一応親父が年一番年上だから、はい、じゃあ挨拶乾杯の挨拶お願いしますよみたいに言ったわけですよ、はい、そしたらね、あの今日はねとてもいい声を聞いて私とても安心しましたと。で今までね私は自分の息子がねもう暴走してしまくってるので、あこいつをいかにこう抑え込むかっていうことを考えてました。で竹で言うんだったら私の仕事は竹の節を作ることだと思って年明けの。でも今日ね講演を聞いて安心したっていうのは、あのこの大矢砂利様がいれば彼がこれをやってくれると思って、私は今日やっとね父親の仕事から逃れることができましたって。もうその時だって私もう40ぐらいですよ、40、40、36、7ぐらいですけど、いいのかって思ったわけ、まだ親父やってたのって感じだった。それまでは、まあ、父親とはやっぱり一線をちょっと引いてて、一緒にまあ仕事したの7年ぐらいあったんですけど、ね、あそうなんですね、だからお父さんとかね、あの父親とか親父とかっていう言葉は一切使わないと。それでその病院の中ってやっぱり血がつながってると、あの後継ぐんでしょっていう空気が出ちゃうから、私もだからその時に貴乃花と全く同じですよ。もう親方のもう弟子になる、見たんで院長先生っていうようにしたから、いまだにもうその時に捨てたので、今でもこういう時は親父とかね父親とかって言いますけど、ご本人を目の前にした時に吉野歯科医院の吉野先生、院長先生とかっていまだに言ってますよ。だからそこでもう親子の関係を完全に捨てて、経営者と従業員、それから師匠とあの弟子っていう関係にするって決めたんですね。多分赤尾さんもそういう世界観あったでしょ。そうですね、あの会社で。そうですよ、ね、うちの場合は継いだ時もう死んでたんで、まあ生きてたから逆にまあ難しいっちゃ難しいんですけどね。それでそういう風にしてたんで、だから今でもそうですよ、あの会ってもあのお正月にちょっと一緒に食事しないとかって言っても院長ってずっと言ってますから、お父さんとか親父とかね
全くなってない。それはもう、もうその今から20何年もとかさ、もう25年ぐらい前にもうそういうふうにしたんです、それはね。だから一緒に働いてる従業員の皆さんもそういう関係で見てたと思いますよ。あの息子だから贔屓するとか得するとかね。で私もあの一番働いて一番休まないってその時も決めてたんですよ。してるね。だから、まあ、そういうのがあって、それで初めてあの実はね、年明けお前聞く耳持ってなかったけども、ご先祖様がこういうのっていうのってどう思うって言われて、あ、それは今だったら知りたいですって言ったら巻物みたいなの持ってきて、すごい。で実はこうなってんだって言われて、11代っていうと何年前からね。1730年ぐらい。すごい。でそれでそのまあ。初代の人がこうで2代目がこうでとかって言って教えてもらったんですよ。で今から4年前にですね、うちのお墓を守ってるそのお寺に行ってきて、でそこの住職のところに気に入ってきたんだ。だそうしたら確かにそうだと、11代なんだけどあんたたちはもともと山陰四方からあの西暦500年とか600年ぐらいにその静岡に来たあの一族がいて、でその人たちがずっとここに住んでたんだって。であなたたちは実際はその檀家記録としては、200数十年残ってるけども、実際はだから千数百年前からずっと医療をやってた人たちだよ、すごい。で話を聞いてきたんですよ、話が長いんで途中からあの録音してたんですけど、いつかそれを筆記しなきゃいけないんですけど、だそういうのがあるから、まあよく考えてみればだから運命なのね。あの孫悟空があの世界の果てまで行ってやるってピューって金塔に行って、あそこになんか柱があるから年越ってやって戻ってきたらそれをお釈迦様の夢だったってあるじゃないですか。だから僕が父親に反発したりとか、その先祖に対して反発したりとかっていうのは孫悟空だったんですよ。だから今はとてもご先祖様に感謝してますけどね。いやこの年になってくるとやっぱり分かるんですよ、あの勉強してないのに知ってることがたくさんあるんですよ、例えば手が動くとかね、体が動くとか知らないことでもできちゃったりとかっていうのがあって、それは歌舞伎役者だって3代4代とかってやってるけど、多分俺の予測ですけども少なく見積もっても20代以上はやってるはずなんですよね。だからそういうのでなってるのね、降りてきてるね。だそういうのがあるから今は感謝してるけど、感謝するまでにだから40年ぐらいかかって、でもその父親、うちのね、さっきの父親がね、お前の節を作るためにやってたったらさ、早く言ってくれやいいね、そんなの俺バカじゃねえから子供でも分かるよとかって思ったけど、だそれからはあのとてもいい関係でした。前はやっぱり父親と違うことがしたいとか、あいつとは違う人生歩んでやるとかってあったけど、今はもう感謝と尊敬しかなくなりましたけどね。だから彼もあの私に向かって、あの年明けっていう言い方しないですね。あの例えばうちの親父も人間だから病気になる時あるんですよ、やっぱここ来るわけですよ、そう、あの年明先生の治療にしたら、そういう言い方をしてくれますね。なんか涙が出てくる、まあ、だからそういうのがあって、さっきの話になりますけど犠牲者なわけですよ。だからもう世のため人のためっていうのはもう本当に遺伝的にもう、もうすり込まれてるというか、あとそういう家系に自らその魂がね、選んで生まれてきたっていうのもあるでしょうしね。だからね、子供の時からね、非常に上から目線の話ですけどね、もうね、全員バカに見えた瞬間って何回もある。まあそうなりますよね、そういうことですよね。もう本当にね、これあの、あれだ、あのヘブニーズのマレさんの番組で時ね、に、まあ、同じ話したんですけども、幼稚園の入学式の時に入学式が、入園式が終わって各クラスに戻ってきて、でみんな、はい、このスモーク着るんですよ、この帽子かぶるんですよとかってあるじゃないですか。であれやってさ、でその私はバラナナ組っていうところだったんですけど、行った時にそこがね、もうカオスになってる、子供たちがさ、ウェーって泣いてる子とか、お母さんとかって甘えてるやつとかいて、で甘えると思ったなるほどね、魂がもう大人だったんですよね、その時点でね。そう今はもう53歳だから、その甘えるとか、おかしいんじゃねえのとかって語彙がありますけども、その4歳とか5歳の時の僕からするとそんな言葉は知らないから、とかおかしいと思った、バカだと思ったの本当に。でなんでそんなことも分かんないんだろうっていうのはね、ずっと私の人生のテーマですよ。例えばね、倒れてる人がいたりとか、それからあと白杖ついてる人が行き場が分かんなくなったりとかって、私よくそういう遭遇するわけ、で何か何年前かな10年ぐらい前に
あの品川のある場所に行かなきゃいけない時、当時の人と一緒に行ってたわけですよ。品川駅でずっと改装してるから、分かんなくて困ってる人がいて、どうしようどうしようって言ってて、駅の方からバーって人がもう何千人も降りてるのに、誰も助けないわけですよ。それで、いやそれ困ってるのと思ってさ、どっか行きたいんですか、連れてきましょうかって言ったら、なんか昨日とホームが変わっちゃってるから分からないって言うから、じゃあこっちかこっちから行くって言ったら、当時の人が、あの吉野先生、そんなことしてると会議の時間に遅れますよって言ってるから、この人ほっといて死んじゃったら、怒ったら死ぬのになんでそんなこと言うのって言ったら、え、時間守らなきゃっていつも言ってるじゃないですかって、そんなこと言ったらもう時間よりも命が大事でしょとか言ったら、いつもと言ってることが違うとかって思われたら、そういうの。だから遅刻するっていうのは、そういう時に遅刻するわけ。寝坊したとか、日付を間違えたとか、あの行きたくないからじゃなくって、誰かを助けたりとか命を助けたりする時に遅刻っていうカードがあるわけよ。だから普段は俺遅刻するのってすごい嫌いなのね。誰よりも早く行きたいわけですよ。でこういう話をすると、そんなこと誰も言ってないとかってまた言うから。だからまあ犠牲者とか言われるわけですよ。でもそれは本当にそう思ってて、子供の時から。でそれが僕からすると普通だと思ってる。だからなんでそんなのが今のこのお医者さんの業界生きにくいですよね。だからもうすごいいじめられるわけよ。ですよね。まあね、特に今も多分いじめられてると思うんですよ。気がつかないんですよ。ここ同じタイプ。そう気づかないタイプ。だからね、よくあれなんですよ。あのうちのね、その医療機器のね、会社の、あのうちのところに来てくれる、まあ、担当者の方がいるんですよね。その方がね、まあ、仮に A さんって言いますけどね、はい、A さんが、はい、吉野先生すごいですよとかって言うから、何があったら、もうね、みんな何て言ってるか知ってますかとか言うから、言わないで、言わなければみんな嫌いにならないからって、はい、いやでもすごいんですよ、言うなって言ってんだろって言っても、はい、いやいやでもね、ちょっとね、口に出せないぐらいとか言うなって言ってんだろって言ってで、だからそれ聞かなければ嫌いにもならないし、あの恨んだりとか、あの怒ったりもしないでしょ。そしたらその人が僕のことをどれだけ悪口言ったとしても、知らなければこんにちはとかって笑顔で言えるじゃないですか。そうすると私が笑顔で丁寧に話をすれば、その人は裏でものすごい悪口言ってたとしても、私も普通に話すでしょ。そうすると彼は私に攻撃できなくなる。だからその攻撃を防御するためにって言ってるんじゃなくって、そうやると敵がちゃんとなんていうのか、あのいなくなって仲良くなるんでしょ。だけど聞いてたらそれこそ偽善者じゃないですか。嘘っこで仲良くしようとするんだから。だから人のね、噂話とかそういうの聞かないようにしてるし、あの Facebook だとそうですよ、あの僕の悪口を言ってるっていうのがそれでも入っちゃうことあるわけ。そうするとだからそのブロックはしないけど映らないにするのは、その人が悪口を言ってるのが見えないようにしてるんだ。まあでもほとんどの人が、まあ妬みになるんでしょうね、先生のことが羨ましいと思う。だからね、大事なんで、よくだから話半分とか固めてみろって言うけど、本当そう思ってる。あのその人のいいとこだけ見てて、悪いとこ見ないようにしてればトラブルにならないと思ってるんですよ。またこういうこと言うとね、また悪いですよね。僕がね、一番ね理解できないのが嫉妬っていう感情。憧れとか尊敬の裏返しなんですよ。高い自尊心がブロックしてるから、俺からするとかっこ悪いんだよ。何にも恥ずかしいと思うよ。比べちゃダメ。比べてる暇があるんだったら、自分の魂磨いてなきゃダメ。自分の想定よりも5割増しぐらいに人生って計画してないから。だからそれがだから魂を磨くっていうことで、これから成長するような状態で死ななきゃダメなの。